はい、皆さんこんにちは。神の神チャンネルへようこそ。湘南 AGA クリニック新宿本院院長のドクター笠井です。本日はですね、最近結構ですね、女性の方の植毛といいますかですね、男性とはちょっと違ってこう丸くしたい、あるいは小顔にしたい、そしてこのヘアラインをきれいにしたいという、方がですね、いわゆる美容形成的な、美容整形的な植毛というのが流行っているので、それについてちょっと、解説させていただけたらと思います。で、女性の方のモニターさんって少ないんですよね。このようにですね、写真を出してもいいっていう人が少ないので、あんまり写真がないんですけども、この方はですね、以前フェイスリフトをして、ここのところに傷跡ができてしまって、それなので、それを目立たなくしたい、そしてさらにここの、ラインをきれいにしたい、それからさらに小顔に見せたいということでですね、植毛をしていただいた患者さんなんですけども、このようにですね、もう圧倒的な効果ですよね。それでなぜこのようにできるか、これは湘南はですね、やはり美容外科でもあるわけです。美しさを求めてます。ただ単に髪の毛を増やせばいいという人もいます。そのような方は植毛専門のクリニックもいいと思うんですけど、特に女性の方、美しく。で、これにはこだわりがあります。一つ一つですね、例えば、このヘアラインの髪の毛というのは、一つの毛穴から一本しか生えてないです。で、たくさんこう増やすためにですね、一つの毛穴から2本、3本とかたくさん入れますよってクリニックもあるんですけど、増えるかもしれませんけど、美しくないです。それから、ホール法といって穴でやる。で、その場合ですね、やっぱり力強くなる。なので増やせばいいっていう方はいいかもしれませんけど、美しくないですね。で、皮膚も傷ついてしまうので、私たちはラインスリットという切れ込みであります。非常に難しいです。でもこのような美しい仕上がりになってきます。で、湘南はですね、じゃあ大丈夫なんだろうか、定着しないんじゃないかっていうね、心配ありますよね。そのために私たちは保証制度があります。もしですね、植毛の定着率というのは最大で 90% と言われています。で、大体 80% は目指しましょうということが、国際毛髪外科学会というところで言われているわけなんですね。99% 定着しますとかいうところは、これは、課題広告といいますかですね、そういったことはありません。なので 90% を目指してやっていきますが、これだけきれいになります。もし問題はですね、やっぱりこう、場所によって定着しないということ、ほとんどないんですけど、やはりあります。その場合には、再手術をですね、保証しているわけですね。ですから安心して、ぜひですね、来てください。そしてさらに、ダウンタイムも美しいです。やはり当然美しくなるということはダウンタイムが少ないですね。もう本当にショックロスとかっていうあるところは、これは、技術が低いところです。私たちではショックロスというのはもうこの数年起きたことはありません。この、生え際のところをやってですね、ここら辺がこう今生えてる毛が抜けてしまう、そんなこともありませんので、ぜひ安心してですね、ダウンタイムも大丈夫、出来上がりも、美しい、そして、保証している、それから痛みの、ね、痛みも嫌だなっていう人もその場合も、安心麻酔という、この痛みはですね、こう局所麻酔だけなので、その局所麻酔の注射が痛いので、その局所麻酔をするときにこう静脈麻酔で寝てしまって、その間にこう注射してしまいます。そうすると手術後も痛くないですから安心してください。まとめますと、このように小顔植毛、美容形成植毛、特に女性の方、もちろん男性もそうですけども、小顔になりたい、美しいヘアラインを持ちたいという方は、ぜひ湘南 AGA クリニックですね、美しさ、そしてダウンタイムが少ない、痛みも大丈夫、それから保証してます。このですね、ノンシェーブンっていうのをやっていただけるとさらにいいと思います。詳しくは、概要欄を見てくださいね。そしていいなと思ったら、ぜひいいねボタン、それから、興味のある方はですね、ぜひ、定期的に、アップしてますので、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。神の神チャンネルでは髪の毛の悩みですね、AGA とか植毛、それから女性の方の美慢性型薄毛、さらには、
眉毛のアートメイクとかですね、ヒゲの悩み、そういった毛の悩みについて、解説しております。今日もですね、もし私に相談したいなとかですね、自分はこう、植毛したらどうなんだろうかという相談したい方、ぜひ私たち湘南 AGA クリニックのホームページ、この概要欄に書いてあります。またメール相談ですね。私に直接写真を撮っていただいて、こんな感じどうなんでしょうか、見ていただけませんかというメール相談とかもできます。ぜひ概要欄見てみてください。そして、この、神の神チャンネル、聞いていただいて、見ていただいて、ためになったなという思っていただいた方は、ぜひいいねボタン、あるいはチャンネル登録、よろしくお願いします。ではまた次回。